ハイラル王国の、でかっ。はい、それじゃあ今回からこのゼルダの伝説、ブレスオブワイルドをやっていきたいと思います。ザ・レジェンド・オブ・ゼルダ。かっこいいね、英語にしたら。お。なんか聞こえた？あ、すげえ、なんか喋りよる。喋りよる。何、ゼルダ姫かなんか？目を覚まして。目を覚まして。お、目を覚ましてリンク。何、どこ？なんかめっちゃ水に浸かっとんやけど。お、なんか引いてきた。どういう状態？ん？今の声はどこから聞こえてきたん？直接脳内に語りかけてくる感じか。え、服は？すっごいなんかわけのわからん場所におるし。ここからスタート？おう、びっくりした。え、もう動かせる。すげえ、なんかこれ星座かなんかかな？ん？調べる。これでなんかその辺の扉が開くとかそういうわけではない。何これ？シーカーストーン。シーカーストーン。長き眠りから覚めたあなたを導くでしょう。長き眠りから？え、そんなに長い間寝よったん？おーおー、なんだ、びっくりした。シーカーストーン、中央のパネルが光る不思議な板。初めて見るものなのになんだか懐かしい。パッド的な感じ？なんかコントローラーにめっちゃ振動来るんやけど。これで、こっちに進めばいいんか。あ、宝箱とかあるやん。これは？あ、持つ。持てる。投げる。はっ。お、特に何もない。普通になんか粉砕しただけ。あ、違う、ここに。あ、違う、別のやつか。お、めっちゃ光り輝くやん。古びたパンツ。あちこち擦り切れたパンツ。着古されているがその分履き心地がいい。でもちょっと裾が短い。裾が短い。お、ポーチを開く。武器や防具を手に入れたらここで装備する。ほうほう。こっちも装備かな。古びたシャツ。かなりの昔に作られた薄手のシャツ。少しほころんではいるがまだまだ使える。でもちょっと袖が短い。袖が短い。え、もしかして小さい頃からずっと眠っとるわけじゃないよね。おう。これを装備。装備。うんてや、なんか全体的にチンチクリンな感じ。ま、でもおかしくはない。どうせならさ、新しいシャツとかパンツとか用意しといてほしいよね。なにこれ？今なんか、あ、てかこれ転がせる？転がせんのか。しゃがむと移動スピードが遅くなる反面、静寂、ん？わからねえ。これ何？何のメーターが出とん？は、違う。これや。
おお、びっくりした。自分の方に。これ壊したら何、なんか出てくるとかいうことはない。あ、これは走り寄るやつか。これが過ぎたら疲れるとかそういうやつ。妖怪ウォッチにもそういうメーターあったよね。シーカーストーンをかざすのです。それはあなたの道を開くもの。シーカーストーンをかざす。これで扉が開くん。シーカーストーンを確認しました。ロックを解除します。カードキー的な感じ。リングは一体どこで眠りよって。ここは一体何なん。すべてがよくわからんけど。このハイラルを再び照らす光、今こそ旅立つ時です。ほう。とりあえずなんか知らんけど、長い間眠りについとって、今から私は冒険に出るわけね。あ、これは何、どうするの。飛びつく。はっ、あ、すげえ、よじ登れる。おー、なんかいきなり敵とか出てきそう。あ、なんか超勝手に走っていく。めっちゃ勝手に走っていくやん。うわ、すげえ、広。世界広。へえ、すげえな。ね。え、これ見えるとこ全部いけるんかな。ん？あれは？ん？あそこに何か立っとる。おじいさん。え、めっちゃなんか歩いていくやん、あの人。こっちから回っていくんかな。ほら、現在進行形であの人遠ざかっていくんやけど。なんか新鮮じゃない、こういうの。ちょっとおじいさん、あ、座った。おじいさん、おじいさん、話を。こんなところに人がいるとは珍しいの。あなたは？こんな事情に興味があるか？おかしなやつじゃの。わしは、もうずいぶん長くここで一人じゃ。お察しの通り、変わり者のじじいじゃよ。別にそんなこと思ってないよ。してよ、主、こんなところで何をしておる？ここは？問いに問いで返すとは、近頃の若者は全く困ったもんじゃ。ごめんなさい。だが、ここであったのも何かの縁じゃ。教えてやろう。ここは始まりの大地。遠くハイラル王国の発祥の地と言われておる。ハイラル王国の、でかっ。え、おじいさんなんか思ったよりでかかったんやけど。あっこは何？あっこには人はおらんの？あれは遥か昔より王国の祭神に使われておって神殿じゃ。100年前、その王国が滅んで以来、長らく放置され、荒れ果ててしまったがな。あ、滅んどんや。おじいさんはその生き残りか何か？ご覧の通りじゃ。今や誰も寄りつかん、忘れられた場所よ。わしはしばらくここにおるてな。何かあればまた訪ねればいい。なるほど。ん？なんじゃ？何してるの？焚き火にゆっくり当たって、また焼きリンゴでもこしらえとするかの。食材をそのまま食うのもいいが、炙った方が栄養も増してうまいんじゃ。私もそれできるんかな。ん？なんか取る。お、おじいさんの焼きリンゴ勝手に取った。いい？焼きリンゴ。リンゴを直火で炙った香ばしいおやつ。食べるとハートが回復する。こりゃ、わしの焼きリンゴじゃぞ。怒られた。フォッフォッフォ。冗談じゃよ。リンゴはこんがり焼いたぐらいがうまいんじゃ。ありがとう、もらっていくね。あ、これお腹空いていったりとかするんかな。ん？なんかここ光よらん？松明、火をつけると燃え続ける松明、しまうと火が消えるのでもう一度つける必要がある。え、しまったら消えるんや。これ武器？武器で攻撃、装備した武器を使って攻撃できる。その松明、どうするつもりじゃ？武器にする。
物騒なやつめ。そいつは火をつけるのに使うもんじゃ。この先には魔物もおる。武器ならもっとマシなのにするんじゃな。わしの斧でもいいのならその辺にあるぞ。持っていくがいいわい。マジで優しい。適当に振り回さずに相手を向いてしっかりと間合いを取ることじゃ。注目する。近くの敵を注目しながら戦う時などに有効。ほうほう。で、いろんなアドバイスしてくれるね。え、で何？どれ？斧。泣くね。もうちょっと離れたとことか。あ、リンゴなっとるやん。あれ取れるんかな。ゆするとか。あ、なるほど。これで取る。リンゴ、ハイラルでスタンダードな果物。そのまま食べてもいいし、料理の材料に使えば効果もアップする。ほう。あんまり取り尽くしたらおじいさんの分なくなるね。よいしょ。んで、その辺に斧があるって言ったけどさ、どこにあるん？なんか変な音聞こえん、気のせいか。こっちの方のこの辺とかも、あ、これ？おじいさんの。木こりの斧。山の木こりが愛用する木を切り倒す道具。素早く木を切り倒すことができる。剣を素早く切り替える。複数持つ剣を素早く切り替えることができる。え、これで装備できたんかな？これで装備するんか。木こりの斧。これや。装備。おー、なんかちょっと一気に、あ、なんかちょっと一気に頼もしくなった。ちゃんと見た目変わるんやね、これも。ふんふん。じゃあ、おじいさん、おじいさん。え？何？なんか笑いよる。これもらってくよ、おじいさん。おじいさんはずっとここにおるんかな。じゃあね。え、おじいさんの武器もらっていくけど大丈夫？なんかちょっとおじいさん自身が、身をえ、なに？うるさいよ。シーカーストーンのマップに示された場所へ向かうのです。シーカーストーン。シーカーストーンの機能を使う画面を開く。お、メインチャレンジ、シーカーストーンの示す場所。あ、これが現在の位置。で、これ？シーカーストーンの示す場所。冒険手帳って何？シーカーストーンの示す場所。不思議な声。始まりの大地。どこからか美しい女性の声が聞こえてきた。シーカーストーンのマップに示された場所へ向かうのだと。目覚めた時に手に入れたこの不思議な板は初めて見たはずなのに懐かしい気持ちがする。マップはマイナスボタンで開けるようだ。ふんふんふん。目的地を設定とかできるんこれ。ん？もうできとんか。あ、もうできとんか。こっちの方向？あっちや。お、なんか石とかも持てる。これで敵攻撃とかできるんやねん。え？投げれないの？あ、これで投げるんか。はっ。おー。結構重そうやね。持った感じでもそうやけど。なんか視界が悪い、ちょっと。うわ、転がり落ちていきそう、なんか。あれ敵じゃない？うわ、なんか強そうじゃないあれ。あ、でも、うわ、びっくりしたー。待って、これ武器でさ、どうやって戦うん？これか。は。おー、すげえ、粉砕した。なにこれ。チュチュゼリー。チュチュとそっくりなプルプルした塊。とても不安定な状態で、何か刺激を与えると変化するらしい。今のやつはチュチュってんよ。木の枝、どこにでも落ちていそうな木の枝だが、振り回すのに絶妙なバランス。装備すれば武器として使える。ほんほん。とりあえずいらんかな。あいつ絶対強いよね。一応目的地じゃないみたいやけん。普通にこっち進んでいったんでいいかな。これ？この噴水？違う、さらに向こうか。これはなんか壊れとんかな。おう。別に噴水ってわけじゃないんか。あー、びっくりした。もうやめてよ。なに？ 2 匹同時？はっ、来い。ちょ、なんか一回一回動きが鈍い。なんかチュチュテリーいっぱい、
イエーイ。チュチュっていうのはあれかな、ドラクエでいうところのスライム的な感じかな。ちょっとまだボタン操作がよくわかっていない。うん、なんかあっちにもモンスターがおるな。ああいう強そうなやつといきなり戦うのはちょっと多分ね、だいぶ無謀な気がする。これこう回り込んでいった方がいい。え、でもなんか目的地周辺にあいつおらん？うわー、なんかいっぱいおるよ。いっぱいおるよ。あいつとは戦わんといかんのかな？ジャンプとかどうやってやるんやろ？え？低っ。え？ジャンプこんだけ？もうちょっと飛べや。はぁ、何？気づかれた気づかれた。怖っ。あ、すげえ、吹き飛ばせる。あ、体力上に出てくるんやね。あ、すげえ。ねえ、なんか落としたよ、こいつ。ちょい待ってね。あ、ボコ立て。落ちている適当な木の板に振り手をつけただけのボコブリンの盾。耐久性も低く簡単に壊れてしまう。盾を構える。装備した盾で敵の攻撃を防ぐことができる。ほうほう、ちょっと待って。じゃ、あ、もうこれ、え、もう身につけたん。これで、え、どれ？これ？ん？わからん。あれ？さっきのゴブリンやっつけたの？あ、旅人の剣。主に危険な野生動物に対する備えとして、ハイラル全土で使われる剣。壊れにくいが、桃の相手には少し心もとない。いや、でも、攻撃力アップするよね、これ。イェーイ。じゃあ、この旅人の剣で、装備。すげえ、ゴブリンから剣奪った、私。イェーイ。なに、なんかこの辺、あ、ここに入っていくんかな。あ、ジャンプせんでも勝手に上がっていってくれるんよね。シーカーストーンをセットしてください。なんかめっちゃいろんな角度から見よるけど、そこしか入れるとこないやろ。おお、すげえ、勝手に。何これで、またなんかシーカーストーンを確認しました。シーカータワーを起動します。何シーカータワー。揺れに注意してください。え、何、なんか崩れ落ちそうやけど大丈夫？伸びる？伸びる？あ、かわいい。リス。シーカータワーを起動するって言ったし、なんか上に、あ、なんか色の違うやつがおった。あ、伸びた。おー、すげえ。え、なに？いろんなところにある。この一箇所だけじゃないんや。え、なにシーカータワーって。なんか出来上がったけど。あ、すげえ開放的な感じになったね。さっきまで洞窟っぽかったのに。うわー、すげえ高い。始まりの塔。え、いきなりこんな高いところに連れてこられたんやけど。周辺のマップ情報の入手を開始します。なんか情報が入っていきよん。え、これでシーカーストーンにマップ情報が。おー、すげえ。周辺のマップが追加されました。そっか、さっきまであれよね。マップって言ってもなんか、点が一つあっただけあったよね。お、また声が。何を？ゼルダ姫のことをってこと？え、マジで？ 100 年？やば。あれはお城？うわ。え？
何あれ。え、あんなの戦わんといかんの最終的に。やだな。手遅れになってしまう前に、早く。はあ。早く。メインチャレンジ、シーカーストーンの示す場所コンプリート。やった、クリアしたってことや。え、次は？はい、ということで、じゃ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。